ハッシーです。さあ、いよいよ 9.11。日本時間はまあ明日になっちゃうけど、ついに来たよ。やったねー。今から、1999年だったっけ ?9.11 あった日が。うん。アメリカのトレードセンターがね、あの飛行機を突っ込んだという真っ赤な嘘。ね。うん。全部 CG。騙されてたという。で、二つのね、トレードセンタービルがこうバーンってこう、爆発でね、何、弾薬、うん、あの爆弾をね、仕込まれて、上からバーッ崩れてったってね、もう今でも鮮明に覚えてる。この大事件。実はこの日、あの爆発の1時間後に、アメリカではもう世紀の大発表する予定だった。それが当時、ネセラ・ゲサラ。アメリカの、FRB が倒産。ね。そして新しい金を裏付けにした、新しい通貨を発表すると言われていた1時間前に、あの大事件が起きた。ね。それも、真実を隠して、ね、テロだなんてばっかみたいなことやってさ、うん、石屋が、仕掛けた大嘘。ね、それがもう、バレてる。で、今、日本人はどれぐらいこのこと知ってるかわかんないけど、アメリカの国民はもう半数以上このこと知ってるらしいよ。うん、どうやら。で、それから、20数年経った、今日、同じ 9.11 ということです。イエーイ!なんかあるぞ!なんかある。ね。で、これは、ついこの間ね、モロッコの大震災。あれ、人口ホニャララだよ。人口ホニャララ。ね。9月の8日。ね。必ず8のつく日に大きな事件がずーっと続いてるんだよ。去年も、7月8日だか8月8日がね、8のつく日に安倍の暗殺だからね。で、その後のエリザベスの死去。これも8日。中国が元を捨てたんだよ。元を捨ててデジタル人民元切り替えの大発表、ね、うん、をしたのも8日。もう話を出せばキリがないんだけど。ね。そういったことがずっと起きてる。で、今回は 9.11 ということです。まあ僕の中では、まあ明日だろうな。今日は日本時間だから、向こうで言う10日だからね。実際は明日。まあもしかしたら全く同じ時間にやるかもよ。朝の8時。あの飛行機が突っ込んだと言われている同じ時間に、発表するのかもしれないね。楽しみだ。うん。まあ、来るか来ないかわかんないけど、何かしらのイベントが僕はあるんじゃないかなと思って、ウキウキワクワクしてんだよな。うん、そして、それが合図。うん。もしかしたら、バイバイデン逮捕っていうのがこう、バーンと出る日なのかもしれないな。うん。まあいずれにしてもこの何らかの大きなサインがあった後、破壊と再生ですね。破壊と再生が起きる。いよいよ金融クラッシュ、そして経済崩壊とね、順調に、物事が進んでいくと。そしてスイフトシステムのこのデタラメなお金ね、これが一気になくなり、不動産の価格が大暴落と。ね。で、その間、ハッシーは、のうのうと日本全国旅に行っていると。楽しいな。これ偶然、必然、何かな。うん。面白い。それからね、話変わるんですけど、この、僕今日本全国こうやって回ってるでしょ?もうね、
一緒に回りたいって言ってくださってる人がもうすでに5人以上いるんだよ。5人。一緒に回るって。で、RV が来たら真っ先にもうお金を変えて、そしてその軍資金をもとにもうすぐに合流する。ね。ハッシーに合流して日本全国を一緒に旅をする。もう5人以上いるんだよ。イエーイ。それもなんとすごいことに全員女性。あ、たまらんのねえ、このバカボンの発信。いい加減発信。ああ、まあ、でもね、うん。まあ、女性のことはちょっとね、ちょっと冗談っぽく言ったけど、ね。とにかく覚醒するのは圧倒的に女性なの。もう、どの会場行っても 90% が女性。男はいないの。いない。うん。ね。たまに来る男性は、ちょっとこれが入ってんの。これが。こうよ。うん。あ、こんにちは。来ました。なんつって。そんな感じ。んなね、こんな筋肉隆々のね、こんななってね、男性来ないから。まあ、しょうがないね。これからは、もう女性の時代だから。うん。しょうがない。まあ、今ね、とにかく、この大変革。ね。この大激怒。ね。この今までの地球の概念がぶっ壊れる。ぶっ壊れんだよ。そして、今まで経験したことのない、ね、壮大なスケールの、ね、世の中がやってくんだよ。ね。考えたって無駄だよ。皆さんの想像を超えた世界がやってくんだから。ね。これだけは、私たちの想像でいくら考えたってわかんないんだよ。このユートピアな世界。これは体験をしている、見てきたと言われている宇宙人さんに聞かないと真実はわからないんだよ。よ、よ、よああ、面白い。え、イェイ、イェイ、イェイ。あたらしい朝が来た、ほほう。希望の朝だ、ほほう。ま、ということで、アホなハッシーでした。